夏だ、海だ、ビキニパーティーだ。こんにちは。取り乱して申し訳ございません。エウレカです。さあ今回は歌マクロス衣装特別演出コレクションということで、シェリルさんの第2回やってまいりましょう。見てまいりましょう。銀河に夏がやってくる。そう、歌マクロスリリースされた時が8月なのでね、もう夏だったんですよね。なのでシェリルさんのまあ最初のイベントといったら何ですかね。はい、水着でございます。銀河にナチュがやってくる。どこかでも広がる青い空、美しい海と雲。ん、あれ、どこまでも広がる青い海、美しい空と雲、ギラギラと照りつける太陽、そして浜辺には夏とともに妖精たちがやってくる。プレート見ていきましょう。このプレートはなんかしっかり重なっておりますね。星5プレート。移民船にもまつわる、あふれる美貌でビーチの人々の視線を集めるスルルノーム。その姿はまさにギラギラ輝く真夏の妖精。あー、このたい焼きはフロートってやつですね、ビニールの空気入れたやつ。焼いてやっぱ前、なんかシェリルさんって運動神経悪いってイメージありません？気のせいですかね。そんなことないですかね。うん、はい、美しいじゃありませんか。はい、そしてもう一枚ですね、ソルブライブのプレートがありますね。炎天ちゅらぬく銀河の歌。これはもうレアリティアップ済みのやつなのでね、全5話ありません。いや素晴らしいですね。ビキニパーリーですね。後ろのバルキリーはこれ YF っぽいな。多分 YF だと思います。はい、いいですね、いいです。はい、そうしましたら、あとは大丈夫かな。ミンメさんの水着とか、あ、波乗りジェフリー、懐かしい。このプレートもね、結構好きだったんですよ。このコンボ継続、65秒後から発動するコンボ継続っていうね、ライブスキルがなかなかなかったんですよね。なのでこのジェフリーさんのプレートよく使ってました、初級者の頃は。このコンボ継続っていうのがかなり重要なんですよ。慣れてくるとね、フルコンボとか簡単にできてしまうんですが、初心者の頃はね、なかなかコンボ切れてしまうミスが多いのでね、コンボ継続よく使っておりましたよ。ジェフリーさん、ありがとうございました。そうしましたら楽屋へ参りましょう。あ、ちょっと待った、こんなプレートもありました。ビヒーだ、すげえなあ。はい、楽屋へ移動してまいりました。シェリルさんも何気に、そうですね、衣装現在フルコンプしておりますね。49分の49と。プロフィール見てきましょう。あれ、年齢交渉17歳。そういう、下手したら17歳じゃないかもしれないっていうところなのかもしれないですね。あれ、あとちょっとよく見るとこの右手浮いてますね。出身地マクロスギャラクシーズのヨガスポーツジム通い。この銀河に暮らしてシェリルの歌を聴かない日はないと称されるトップスインガー。ああ、そんな風に称されてたんですね。中小銀河の妖精、プロである自分に誇りを持っており、一流であり続けるための努力を惜しまない。まあ素敵ですね。衣装変更していきましょう。ビギニですね。あ、ブルーボンテージの方が後回しなんだな。このなんだろう、エピソードナンバー的には。はい、ピンクハイビスカス。ゾクゾクしちゃうわね。はい、ビューしていきましょうか。
これはね、本当 YouTube さんに怒られかねないですよね。ちょっとね、肌の露出が多いとたまにね、ダメですよって怒られることがあるんですが、まあしっかりと見ていきましょうか。まあこれ普通に劇中で着てた水着ですね。まあ劇中、劇場版の方かで着てた水着だと思われますね。あのテレビ CM、美しさは消せないっていう、なんかそういう、うわすごいな、この頭に乗っかってる、髪の毛にひっついてる、ハイビスカスってやつなんですかね。いやー、よくここまでやったもんだと思いますよ。縦向きも見てまいりましょう。髪の毛のこのボリュームね、もうシェリルさんも結構髪の毛変幻自在のような気がしますけど、このなんつうんですか、ポニーテール珍しいかな、そうでもないのかな。しかもこのポニーテールの根っこ、自分の髪の毛で縛ってるっぽく見えるんですけど、こういうテクニカルなこともできるんですかね。髪の毛の量が多いと、まあエフリカ自身も髪の毛の量は多い方なんですが、ちょっとシェリルさん顔の向き微妙やな。どうしてもね、このもみあげがね、まあもみあげじゃないんでしょうけど、もみあげがどうしても谷間に絡んでくる。ちょっとこのぐらい、いや微妙だな。そうするとね、お顔がね、かげっちゃうんですよね。なかなか難しいポジションではあると思います。あ、やっぱり手あえて浮かしてるんだろうな。衣装を着たりするとここ厚みが出るから、まあ、ちょっと現実的な、あのガチな話ですよね。このポリゴン CG 的にね、この衣装の厚みが出てくるから、あえてこの右手はこう浮かせてあるんでしょうね。普通の衣装だったらそこに手が乗っかっているように見える、そういう設定だと思われます。背丈なー、うん、戻ります。はい、そしたらこれで特別演出一発見てまいりましょう。はい、シミュレーションライブへ移動してまいりました。今回のバルキリーは男子禁制ということで、ミリアお姉様、ミリアお母様、ミリアおばあ様に設定しております。そしてワイプはですね、さっき総力ライブプレートであった通り、シェリルさんの水着 VS ミクモちゃんの水着、まさにビキニパーリーになるようにワイプ作ってございますので、そこら辺見比べながら特別演出ですね、ご覧ください。ではシェリルさん、お願いいたします。私についてきなさい。演出的には確かモーション変化その程度だったかな。私を満足させられるか。満足してください。あー、メガネ、あ、ここにメガネがあったか。あ、でも運動神経良さそうですね。このダンスを見ていると。なるほどね。いろいろ歌幕の衣装いっぱいあるんですが、その中にメガネっていうのがね、少ないんですよね。唯一、少ないというかほぼなしなんです。はい、投げチッス。そう、ほぼなくて、マキナのおしゃまく衣装ぐらいだったかな、メガネついてるのが。ショッキングだったのが、そう、シェリルさんのね、あのナース衣装なんですよ。あれ、メガネついてなかったのは信じられない。ただ、このビキニには今、特別演出としてメガネがついておりました。いやー、メガネいいですよね、うん、本当にオプションでメガネ自由につけられるように設定してほしいものです。でもそしたらここの演出の部分難しいだろうな、メガネが重なっちゃいますからね。いやー、素晴らしいです。はい、ビキニが素晴らしいです。シェリルさん、ありがとうございました。ちょっとね、最後ね、動きがピタッて止まるところが、最後までこう動いててほしかったですね。はい、
いかがでしたでしょうか。ビキニパーリーでした。最初のメガネとあとナゲチスっていうちょっと2段階のこの特別演出モーション変化っていう、まあ贅沢ですね。しっかりと手が込んで作り込まれておりまして、なかなかいい演出だと思います。そして水着も素晴らしいです。ありがとうございました。本当にありがとうございました。夏ではないんですけど、思いっきり正月なんですけど、シェリルさんのビキニを見てまいりました。さあ今回はここら辺で終了ですね。これからも頑張ってね。特別演出ね、もっとね、いっぱい。そのうちね、そのうちだいぶ先になると思いますけど、先ほどねみくむちゃんのビキニの特別演出もね、動画にまとめようと思っておりますので、チャンネル登録していただいて、再生リストからエウレカスタジオのチャンネルの再生リストにまとめてございますので、そちらの方からご覧いただければと思います。これからもよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。